おかずへの質問コーナ ー, イエーイ。このコーナーはみんなが気になっている質問におかずたちがお答えします、はい、今回はメシゾーです。メシゾーです。よろしくお願いします。わーい。あ、大好きな動物なんですか、はい、動物はあの前も言ったんですけど、うん、あのクジラ派です。クジラなんだよね。クジラが好きです、うん、クジラのどこが好きなんですか。クジラのどこが、やっぱり僕と一緒で大きいところかな。器もスケールも大きいよね。いや、おかずおかず比べたら大きいかもしれないけど、別に大きくはないからね、そんなね。本当に今もちょっと画面からはみ出しそうな勢いで、ね、この世界で大きいのかな。そうだね、結構大きなスケールを誇ってると思ってるよ、うん、なるほど。じゃあ早速質問いきますよ。はい。ライス、ご飯、はい、飯、米、はい、シャリいろんな呼び方があるけど、呼ばれて一番嬉しいのは一体何なんですかと。ああ、そうだね。なんか特殊、多分きっと今まで呼ばれてない言い方、呼び方がきっと嬉しいはずだと思うんだよね。もう言われ慣れてるからこの辺はね、ライスとか。ああ、これはなんかじゃないとこから選ぶっていう。まあそれはそうじゃないかな。なるほど。一番嬉しい、これを呼ばれたらもうテンション上がって、もうそれこそもうこ米がもうね、米が総立ちみたいなね、総立ちみたいな、ゾワゾワゾワって確かに僕も知りたいな。シャリでもなく飯でもなく、うん、そうだな、もうじゃあ、うん、うん、一周回ってちょっと詩的な呼ばれ方されたよね。あ、ちょっとポエティーな感じで、ポエティーな、うん、うん、銀世界とか呼ばれたいかな。銀世界、もう雪景色だよね、まるで一面白の世界。な、うわ、なんかおしゃれ。おしゃれでしょ。トンネルを抜けたらちょっと銀世界でしたみたいな。そう、ちょっとポッポ屋的な感じでね。うわ、いいでしょ。ポッポ屋だわ、ケンさん。ふー、おーってなっちゃうね。そんな感じ。すごいなんか今、うん、叙情的な絵が見えました。とっても。そうでしょ。一面銀シャリの世界、うん、素敵だと思うの。うん、僕もそんな風な存在になりたい。日本の長女になりたいよね。素敵です。今すごくなんかグッときました、うん、あ、よかった。それで銀世界と、銀世界ね、そう呼んであげてください。ぜひね、呼ばれる存在に頑張ります、うんうん、僕はなりたい、ね、僕はなりたい、そんなお米になりたい、うん、そんな飯像です。いいですね、はい、じゃあ次いきますよ。はい。一粒10万円もする幻のブランド米があると噂で聞いたことがあります。え、もしあるなら、そのお米の名前、銘柄を教えてください。あるんですか、実際その一粒10万円。一粒10万円、すごい単価だよね。ご飯一杯で何粒あんの、あれ。米俵で買うと米屋さんとかになっちゃうよ。いや、そうよ、もう1兆円とかいっちゃうんじゃないの。いっちゃうんじゃないの。ねえ、そんなセレブ米、それのセレブ米の、まあ、おそらくドバイとかで流通されてるのかもしれないですね。デヴィ夫人とか加納姉妹だけが食べている、セレブの中のセレブが食べているそのお米の、もし名前があれば教えてください。なきゃいいですね。銘柄、銘柄だね。あるんですね、それは。でもそうだね、セレブの中のセレブが買えるお米、お米、うんとね、これは100万オーラだね。100万オーラ、100万オーラ、そう、100万オーラ。え、あれ100万円で、ちょっとなんかさっきは国家予算を超えるみたいなことだけど、急になんか規模がギュッとちっちゃくなった。単位はオーラ、オーラなのよ。あ、オーラ、100万ボルトみたいな感じ。ああ、オーラ、君の瞳は100万オーラみたいな。そう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 、そんな感じだね。きらめきの単位だね、100万オーラだよ、オーラですね。そう、それだけ光り輝いてる人じゃないと、瞳が100万オーラの人じゃないと買えないっていう、そんな、ね、なるほど。そうそう、君の瞳が100万オーラの人、例えばどんな人が買えるんですか、それって。そのオーラね、その江原さんに見てもらわないとちょっとわからないかもしれないんですけど、どんな方が、ね、100万オーラの人って、例えばその、身近で言ったら、身近かどうかは分からないけど、やっぱ江原さんってくるともう美輪さんとかやっぱ美輪、そっか、よいとまけ、よいとまけ先生しか、髪の毛からしても100万オーラは、まあ、確かにね、あれは100万オーラあるかもしれない、ね、もっとあるかもしれない、あれだってね、待ち受けにしたらね、そうキングアップ、あ、じゃあもしこれ美輪さん、じゃあ見てたら絶対買った方がいいと思う、ちょっとじゃあ飯蔵もちょっと
あの美輪さんにちょっと一言おっしゃっていただいていいですか。美輪さん、いつもお世話になってます。僕は100万オーラではなくて笹錦とかでできてるんですけど、あの100万オーラがいつもお世話になってますって言ってました。これからもあの高いお米を食べてきらめきを保ち続けてください。よろしくお願いします。美輪さん、聞いていただけましたでしょうか。もし皆さんこれを見ていたら、チャンネル登録の方皆さんお願いします。お願いします。またねー。またねー。